どうも、ナオチンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエスト、行ってみたいと思います。いくつか3があるね。まあ、4つぐらい、パパッとクリアしてみましょう。よし、これで終わりかな。多分終わりでしょう。まだあった、まだあった。これ終わりか。おお、レベル上がった。よし、おしまいですかね。はい、ハイブロックホール、旗6個全部取ってクリアです。報酬は何でしょうか。一発目からこれはちょっと厳しいな。次何、なんだ、オートクロスボウか。微妙だな。次行きます。では次はここですね。はい、ボスをサクッと倒しちゃいましょう。そうか、装備変えてない。まあいいや、 HP が減り出したら装備を変えてガシッと倒しちゃいましょうか。ソロプレイの時はね、時間が止まるんで、すごくやりやすいよね。はい、報酬は何でしょうか。旗は6個全部取ってます。お願いします。影の衣、影の衣来て、お願い。ここは違う。おおユニークじゃないっていうところが怖いな。影の衣頼む、頼むよ。グリーンメナスか、微妙だな。よし、ここでおしまいですね。ちょっとギリギリだった。変更の敵がさ、めちゃくちゃ出てきてかなりギリギリだったけども、いけましたね。また旗は6本取ってます。これは期待できるよ。頼みますよ。さて何でしょうか。最初はね、今までの感じを見てるとだろうなと思った。ノーマルだよ。で次、冬の指先頼む。指先ビースティンガーかい、微妙。よし、次行こう。それでは最後は壊れたシタネルです。キャプテンは一体だけだったね。一体、まあまあまあ、でもいいんじゃないですか。一体でも、まあ、一応出るでしょう、報酬は。なので大丈夫と思います。実はね、これ2回目なのよ。最初挑戦した時にキャプテンがね、うまいこと5体いたのよ。5体いた。でも途中でやられちゃったんだよな。あれはね、クリアしたかった。おーい、あれクリアしてすればね、結構報酬も期待できたと思うんだけどね。すごい悔しい。でもまあ仕方ない、やられるときはやられるんだ。今回は倒します。ちょっと敵の HP が中途半端な感じだな。多分若干ダメージ与えたらすぐ地面に戻りそうな気がする。おお、大丈夫か、いけるね。よし、あ、やっぱ戻ったじゃん。で次は何ですか。はい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 、この攻撃がね、おそらくこのボスで一番厄介な攻撃なんだよね。これさえ防げれば全然なんてことないもんな。ナイトモードだったらね、敵がわらわら湧いてくるんで、あの間も結構ピンチなんだけども、通常だったら別になんてことないね。よし、なんか全然攻撃してこないな。あ、やっぱあれか、4人とか3人でマルチで行くと敵の攻撃方法なんかも変わったりするのかな。
若干攻撃が激しくなったりとかじゃないかね。なんか全然大したことないんだけど今回。よし、はい、出ておいで。次で終わらせるか、終わるかな。あー、まだ潜っちゃった。で、なんだ、あ、それね。はい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 。この間もね、顔出してるからダメージ当たればいいんだけど、これ当たんないんだよな、ダメージが。残念ながら。はい、次でおしまい。終わらせるよ。あー、危ねえ。やばい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 。だよね、後ろに戻ろうとした。よし、まあ、とりあえずこれでおしまいだ。この間はこうしてたらいいのか。特に動かずに待ってた方がいいんだね、うん、あれ爆発するからね。バリアがあってもそのバリアのところで爆発してダメージ受けるんで、あれ要注意で、あのこの紫色の苔みたいなやつ、これも要注意なんだよね。ダメージ思いっきり受けるんで、こうなったらこうして2でダメージ与えていった方がいいかな。よし、終わり。それでは最後の報酬頼むよ。2個目でも出てきてくださいよ。よし、来た。頼む、なんか来て。あー、最後の最後、良くない、良くなかったね。うーん、まあまあ、とりあえず見てみましょうか。まあ、グリムアーマーもちろんいりませんね。で、ビックスの召喚はこれ良かったね。254。うん。これは一番強いと思う、俺が持ってる中で。で、下から行きます。オートクロスボウ。まあまあ、ダメージは出せるかもね。うん。虚無。虚無でもいいし、追い打ちでもいい。で、マルチショットに、クリティカルで。ダメージは結構出せるんじゃない？まあ、使うかっていうと使わないだろうけどね。はい。で、これ、ショップで売ってた、クールダウンショットと、もともとロールチャージがついてるので、なかなかいいかなと思います。で、ここが毒でいけるよね。これもともとしだれたツタの弓は、毒属性がついてるんで、これがマッチするんじゃないの？で、こっちはテンポセフトかな？うん。ただね、これね、弾があんまり持てないっていうのがちょっと弱点なんだけど。まあ、一応、持っときます。うん。まあ、誰かにプレゼントしてもいいしね。で、ゴーストキンドラー。あー、いらないな。グリーンメナスは？あー、ダメだ。アーティファクトチャージはついてるけど、クールダウンショットが、なし。はい。で、次なんでだっけ？青、冬の指先出てる。惜しい！惜しい！アーティファクトチャージあるけど、クールダウンショットなし。だねー。あれば結構良かったけどねー。まあまあ残念。ビースティンガーなんだ。使うか？使わないよね。まあまあ、輝き、この攻撃スピードだから虚無あんまり意味がないような気がする。これは良くないね。うん。お供え物です。で、スパイダーアーマー。おー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 、あ、これ良くない？これは、悪くないぞ。6% 吸収の防具で、クールダウン1個ついてる。で、雷フォーカスあるし、でもここがな、まあ、サプライズギフトを入れて、いつでも矢が出せるようにしてればいいか。いやいや、使わないやろ。まあ、最後の叫びくらいかな。はーい。まあまあ、これと、これは、そこそこいいかもしれません。で、ビッグスの召喚も、パワーアップしたんで、よかったかな。はい。まあ、いつも、ほぼほぼ何もないんだけども、今回は意外といい
回でした。よかったです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。